ブラックボックスでももこ何？黒い箱、その名の通り。よくね、理科系の中でも使うんだ。ブラックボックスなんで中に何があるかわからない。まあこういう箱があって、その中にまあいろんなものが入ってて、何が行われてるかわからないけど、出力と入力と出力があって、こういうまあ電子回路の何でもいいです、ブラックボックスのがあるわけだよ。でブラックボックス展っていうのが六本木で行われた。知ってる人いる？かっこいますか？これ知ってるか？ブラックボックス展っていうのが行われたの。展知ってる？ブラックボックス展っていうのが展示会だね。みんな見てるね。で、ブラックボックスって一体何かというと、六本木で行われた展示会なの。これよく聞いて。いい？ぼっとすんなよ。よく聞けよ。君たちにも関係あることなんだよ。で、何が行われるかというと、何が行われるかわからない展示会なの。中で。で、それが、ちょっと今、サイトから、長蛇の列わけよ。何が行われてるかわかんない。見える？わかります？何が行われてるかわかんない。で、だいたい2、3時間待ちなんだって。初めタダだったの、これ。ところが1000円、あまりにもね、人数が多いので1000円取るようになったの。1000円だ、入場料1000円の展示会って安いよね。で、何がどうなってるかというと、2、3時間待ったあげく、これすごいでしょ？これ待つ勇気はなかなかないと思うんだけど、六本木の中で、入り口にこの黒い人がいるわけ。黒い人。いいかな？で、入っていい人と悪い人を振り分けられる。2、3時間待った挙句入れないかもしれない。お金は返されないの？待つ？レナどうする？待つ？待たない？あ、そう、待たない。こんな感じですごい、でもこれなんでこんなにみんな待ってんだろうか、なんでみんなこんなに待ってんだろうか。入り口の黒人怖えよ、これ見て、これこの人に強制的に一人一人こう適性検査を受けるみたいなね。で、入れた人の話は、例えば入って絶叫して出てきた時に精神がおかしくなってしまった人とか、あと楽しかった人とか、あと彼女と一緒に二人で入って出てきてから2、3時間話せなくなった。彼女の顔も見れなくなった。いろんな状況がこう出てくるわけ。あと 何かあります？泣いてたとか。泣いてた、大泣きして、泣き崩れて、もう立ち直れない。究極の世界を見せられた。みたいな感じ？はい。今後はこれ、行きたい？で、何があるか分かんないんだよ。2、3時間待つしかない。で、入れるかどうかも分からない。大体3割以上はもうここで跳ねられるそうで、まあ、10人の中の3人以上は入れないということかな。ホームページあるの？自分が知らない世界を見れたり、なんかそういう、どれですか？アート&サイレンス。あ、これね。これホームページあるのね。で、これは何でしょうか？ブラックボックス。アート&サイレンス、ギャラリーラブって書いてますね。これ何でもないよね。ホームページにはブラックボックスだから画像が黒くこうなってますね。20万人も来たので、昨日までインターネットで絶対にこの内容のことを話してはいけないっていう制限があって、誓約書書かされる。中で何が見たか、何が行われたか、絶対言っちゃいけないよって、ネットで広まっちゃうでしょ。だから誓約書書かされて、誰も書けない。で、今日から書けるんだけども、昨日もう漏れちゃってたのね。で、実際行こうかななんて思ったんだけども、昨日で終わりだったの。内容はと何かありました？細かいので、とにかく
想像以外できないものを見たとか、あとは、自分のおどろおどろしい世界を見てしまった、人間も信用できないとかね、そういろんなことがあって、彼女同士でも顔を見合わせられなかったとか、あと壁を叩きつけてうわーって発狂状態になっちゃうとか、そういうことが多くなると。桃子見に行きたい、見に来てくなりました。2時間待つかもしれないよ、2時間待つかもしれない。タキちゃん見たい、黒人の入り口の黒人に待ったかけないかもしれないよ、見に来たい。何がレナムどうする、それでも行きたくない、なんで怖い、はい、でも楽しかったって人もいるんだよ。さあで今日朝概要が分かった、朝今日解禁日だから聞きたい、聞きたい、いい言っちゃって、もうやってねえからいいよね。なんと次の何だと思う、人それぞれ言うことが全然違う。いい、聞く、ひな聞く、ブラックボックス中身ここに入ってた、中身に何もなかった、真っ暗だ、ただの部屋だった、意味わかる、ただの部屋だった。で出るときに書かされるんだって、もう一個誓約書、このブラックボックスの内容を18日、今日じゃあじゃね、18日以降になるべく感想言っていいんで、感想を、このばらまけと、逆にで嘘ついていい、自分が思ったことを何でも好きに書いていいから、誇張してもいいし、あることないこと言っても構わないし、めちゃくちゃなこと書いてもいいんだって、嘘つけと、で広めろと、で今日広まってるわけでしょ。まあ高校生なんか家帰ってすぐ帰り見ると思うんだけど、ブラックボックスね、でめちゃくちゃ言うんですよ。だから人によって気を失ったとか、壁叩いて絶叫したとか、そういうこと全部嘘だった。さあこれのキャッチフレーズとしてポイント、入り口は被害者、出口は加害者という言葉があったの、意味が通ったよね。入り口が被害者、出口が加害者。ここに集まった人たちは何かというと、塾長がいつも言ってることだよ、情報の奴隷になったわけだ。でこっちは情報の、嘘の情報を振りまく、嘘つきまくる加害者。すごくね、これ、すごくない、これアーティストが作ってるんだよ、中身何もないの、暗い部屋、中で何が起こってか分かんないけども、この人たちが踊らされて奴隷となって中にいて仕組まれて嘘の情報を拡散したわけで、ここに行かなかった人たちは奴隷じゃなかったわけ。あ、レナは奴隷じゃなかった、怖いって意味で行かなかったよね。でも行ってみて、タケちゃん奴隷、完全に意味わかる。これって何が言いたいかわかる、アーティスト大輝何が言いたいんでしょう、これ。奴隷に、要するに君たちの社会、今の社会を言ってるわけだよ、これ。マキそうだよね、今の社会の話だよね。なぜかというと、自分で考えたり見たり聞いたりしたことじゃないのに、人の噂で動くよね、動くよね。そして誰かがそれを誇張して嘘言ってるかもしれないよね、嘘振り、これをまた広げるよね、そして広がった人がまたこっち来るよね、ここ今18日で情報開示されなかったら分かんないでこっち来るよね、どん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 ね、この世界だということです。でこれを忘れちゃいけないということ、要するに塾長、もしこれ知ってたら多分並んでるんだよ、こういうのもすごく好きで並んじゃうよ。でも並ばなかったのは、知ったのは昨日だったんだよ。 It's too late、 遅すぎたわけ。だから情報入れてないから、情報持ってる人はどんどん集まったわけ。どうですかジョブズ、意味わかるよね、ヒヤッとしない、この話を、これすごくね、考えると、ああもう一度考えさせられるという素晴らしい企画だと思いませんか、皆さん。意味分かった、意味中学生分かった。
ね。ということで、情報、自分が見ても聞いてもしてない情報というものは、要するにこのように作られている可能性が高い。実際そうなんですね。だから、たまに当たることもあるけども、ほとんどの情報は嘘であると。ネットの情報ですね、要するにね。で、ネット情報はある。このアウトの情報をみんなは一生懸命検索してるわけです。わかるでしょ？で、検索して知ったつもりになって、またばらまくわけですね。繰り返しやってると。一つよね、今の、世の中の今からの、ね、状況で、君たちがここからこのループに入るか、外にいる人なのか、どっちになるかと、外にいる人たちがこれを作って振り回してるわけだよ。外にいる人たちにならなきゃいけないってことです。わかるでしょ？言ってごらんね。情報をしっかりと選択できる能力を持って、そして君たちがこれね、これを忘れてほしいの、このブラックボックスね。世の中はブラックボックスだよ。ね、受験での情報なんてどうなんかわかんないはずだ。めちゃくちゃそれ今から受験に入ってくれるのを振り回されちゃいけないよって話ですね。はい、ちょっと長くなりましたけども、こういう話をねちょっと今日ね、ちょっとタイムリーでお話で、うち帰ったらブラックボックスというのをねぜひね見てみてください。